頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、やはり予想通り花に立ったのはラビット、続いてラーグルフ、さらにはマキシ、7番マイネルモーンとその後ろラビット先手を取りました。その外からアウスバール、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。少し間が空いてダノンエアズロック、その後ろにセイウンハーネス、内からは小金の空、すぐ隣にルペルカーリア、ディープモンスター、そのうちに続いています。ここにアルビージャ、この位置にエピファニー、その後ろにラベル、すぐ後ろにエアファンディカ、しんがりからボルドグフーシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度3番ラビット、依然として先頭に立っています。この集団にアウスバール、間が空いてダノンエアズロック、内からマキシ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として3番ラビット、まだ粘っています。外を通ってアウスバール、ダノンエアズロック3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ダノンエアズロック先頭、内からは小金の空、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってマキシ、残り 200m を通過して、マキシ伸びてきた、小金の空食らいつく、マキシ先頭を保てるか。マキシ2着争いを制したのは小金の空、マキシ見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはラーグルフ、エピファニー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラーグルフ花に立ちます。その後ろからはアウスバール、この馬も上がっていく構えです。エアファンディカ後ろからになりそうです。さて先頭を見てみましょう。アウスバール先手を取りました。その隣にバビット、すぐ後ろにマキシ、その後ろにラーグルフ、内からエピファニー、外を通ってダノンエアズロック、小金の空、それに続きます。白の帽子ディープモンスター、その後ろ、その外にセイウンハーデス、その横にルペルカーリア、その後ろにマイネルムーンとラベル、上がっていきました。内を通ってアルビージャ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ラビット、まだ粘っています。アウスバール、ほとんど差がありません。間を挟んでエピファニー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はラビット、離れてダノンエアズロック、ここで先頭に立ったエピファニー、200を切ったエピファニー、アドバンテージをキープ、後ろはどうか、アルビージャ、これは届かないか、エピファニー、強い強いエピファニー、圧勝ゴールイン。続いてアルビージャ、3着にラベル、エピファニー、見事このレースを制しました。スタートしました。ラベル好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラベル行きました。続いて前へ行くのはラビット、さらにはアウスバール、4番マキシ、その後ろ先手を取ったのはラビット、その後ろからはダノンエアズロック、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。青の帽子マイネルモーンと、その後ろルペルカーリア、すぐ後ろ内からは小金の空、この位置にディープモンスター、その後ろにエピファニー、外を通ってセイウンハーデス、隣にはラーグルフ、内を通ってアルビージャ、すぐ後ろにボルドグフーシュ、最後方にエアファンディカ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。3番ラビット依然として先頭です。さあ先頭は依然として3番ラビット、まだ粘っています。外を通ってアウスバール、間を挟んでダノンエアズロック、3番手、後続も追い上げていきます。ラビット先頭、その外からは小金の空、その外からはマイネルモーンと、さあ直線に入りました。これからの勝負、残り 200m、 さあ先頭に立ったのは小金の空、残り 100m、 差が開いていきます。先頭は小金の空、先頭は小金の空、1着でゴールイン、2着にはどうやらアルビージャ、その後ろにディープモンスター、小金の空見事このレースを制しました。スタートしました。マキシ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマキシ行きました。続いて前へ行くのはダノンエアズロック、さらにはラビット、13番アウスバール、その後ろ先手を取ったのはラビット、
この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。そして大きく離れてセイウンハーデス、この位置です。この位置にルペルカーリア、隣には黄金の空、外にはラーグルフ、内を通ってディープモンスター、外を通ってマイネルモウント、エピファニー、この馬もこのグループ。その後ろにラベル、アルビージャ、すぐ後ろ、その後ろにボルドグフーシュ、しんがりからエアファンビタ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番バビット、まだ粘っています。2番手はアウスバール、マキシ3番手、後続も追い上げていきます。バビット先頭、マキシその後ろ、離れてガノンエアズロック。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってガノンエアズロック、残り 200m、 ガノンエアズロック余力は十分か、さらに引き離していきます。ガノンエアズロック強い強い、ガノンエアズロック圧勝ゴールイン。2着争いはどちらでしょうか。ガノンエアズロック見事このレースを制しました。スタートしました。ボルドグフーシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してボルドグフーシュ鼻に立ちます。その後ろからはラビット、この馬も上がっていく構えです。エアファンビタ、どうやら後方からの競馬。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。ラビット先手を取りました。ここにアウスバール、ここにつけたのがマキシ、その隣にルペルカーリア、その後ろからはガノンエアズロック、ラーグルフ、この馬もこのグループ、マイネルモウント、それに続きます。緑の帽子セイウンハーデス、その後ろエピファニー、上がっていきました。これに続くのがディープモンスター、その後ろにエアファンビタ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身各馬一塊です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アウスバール、2番手はバビット、マイネルモウント、3番手、後続も追い上げていきます。アウスバール先頭、マイネルモウント続いています。離れてエピファニー。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭を入れ替わってラーグルフ、200を切った。さあ先頭はマイネルモウント、ラーグルフ先頭、マイネルモウント、マイネルモウント、わずかにわずかにマイネルモウント混戦を制しました。